それじゃあですね、ワードで論文を書いてるときにですね、図表をですね、入れるときのちょっとしたコツですね、今日発見というか再認識したので、それを自分の、メモ書きのためにちょっと動画に残しておきたいと思います。はい。今ちょっと修正してる論文があるんで、それを使いながらちょっといきたいと思いますね。で、通常論文で、図とか表を入れるときにですね、こういった感じで図表内に入れるという感じに僕は使ってきました。そういうふうにしない人もいると思うんですけど、でそうすると、図のね、この段組みの横幅に沿って図がきれいになったらって、もし文字が増えていっても一緒に共ずれてずれていくので、それはそれでいいなと思ってたんですが、ただですね、論文としてはやはり図や表は上か、もしくは段組みの下の方ですね、に置いた方がいいという話が、確かにありまして、ちょっと査読の方から指摘がありまして、ちょっと修正しなきゃいけないな。ただこれをですね、持っていくのは結構大変なんですよね。このまま持っていこうとすると、ここ今箇条書きの途中なので、ここに持ってくるとですね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。実はちょっとやってみますかね。こんな感じで、これうまくいきましたね。 うまくいった例ですね。うまくいったな、やばいな。 ダメですね。C になってて、これ C が段落になってますけど、実はこれ箇条書きがその文章的にはつながってるので、ごめんなさい、勘違いですね。うまくいかない例でした。はい、うまくいかないのでどうしましょうかっていう話ですね。で、ちょっとググったら、ある方が、記事を、研究者の方が、それを、方法、紹介されてて、テキストボックスを使う方法と、もう一つ表を使う方法をちょっと紹介されたんですね。テキストボックスはこれですね、この横書きのこれで、これを挿入することによってっていう話はあるんですが、実はこれをやってしまうとですね、こういう表とか図表の番号、僕は番号をワードの機能を使ってカウントするようにしてるんですね、ここですね。なんで、これを、この中に入れてしまうと、その番号はこの本文とは別の領域になるようで、例えばそのね、図表や表がずれた時に、こうやって右クリックでフィールドの更新ってやると、その番号は見つかりません、この図番号はありませんとかいう話ですね。この中に入っちゃうと別世界なので、そういう問題がありましたので、じゃあもう一つの紹介されてた表ってやつをやってみたらうまくいったので、ちょっとご紹介というか、僕のメモ書きですね。はい。では、いきたいと思います。で、今ちょうど修正中の論文がありますので、これ修正しますね。この図5ってやつを上に持っていきたい。今さっき失敗しましたよね。で、ただ単純にカット&ペーストする失敗するんですが、ここに表を入れていきます。はい。普通に1行2列の、ごめんなさい、2行1列ですね。の表を、入れます。入れると、ここに入れたいということで、行が勝手に挿入されるんですが、ここは箇条書きだったんですね。だったので、箇条書きの番号は適当についちゃうという話があります。これはもう普通に削除すれば、リナンバリングというか、されますので、特に問題ないですよねって話ですね。この後ろも、そっか、これはまずいんですね。C じゃないから、これは、ここでバックスペースを押すと切れて C になりますね。行が、一応連続した感じ、前の 段組の段落からですね、こちらに、ちゃんと行きましたよというのが分かります。ただここね、端っこがこうなってますね。これまずいですんで、これは手動で、寄せます。この段落の左端までですね。そうしないと図がちっちゃくなっちゃうんですね。おかしいので、これで OK ですかね。あとは実は簡単で、この図とこの図のタイトルですね、これをカット&ペットペーストしていきます。もうそれだけですね。カット&ペーストで、図のタイトルもカット&ペーストですね。改行とかありますけど、たまにセンタリングは解除されたりとかするんですが、その辺はバックスペースとか削除すると、きれいにワードが、自動レイアウトしてくれます。はい、これとほぼ同じ終わりなんですが、微調整ですね。もともとここにフルいっぱいの幅にしてたんで、ちょっと小さくしないとですね、表のこの中の部分のエリアがあるので、これを修正すればですね、調整すればもっときれいに入ると思うんですが、そんなに図は攻めた大きくなければいけないという図ではないので、こんな感じで十分かなというですね。はい。大体真ん中に来ました。あと、この線が邪魔なので、線を消していきます。これ表の、これですね、アイコンをクリックして、表の中ですね、罫線ですね、表のプロパティを選択してやると、プロパティが出てきますんで、その中の、網掛け罫線の色ですね、それを設定していきます。今は全てになってますから、これをなしにしてやると、線が消えます。はい、こんな感じですね。
ともう一つですね、これはもともと一番最初に参考にした、ググって見つけた記事を書いてくれた方が、やったらいいよって書かれてたのは、冬のプロパティをもう一回開いてですね、開いて、こうですね、行の途中で買いページするってやつをオフにしておいたほうがいいですよ。これおそらくですね、行の途中っていうのは、この、表の行が何行かある場合ですね、その途中が開業されてしまう可能性があるんだと思うんですよね。今はもう、段落縫いにしたので、開業されることはないと思うんですが、今のやつをオフにしておくと、もしそういう位置になっても、表ごとね、段落を移動して歩くので、多分問題ないんじゃないかなと思います。はい、以上のような感じです。これで、例えば印刷イメージをしてやると、ちょっと見てみますね。Mac のプレビュー開いてみると、多分いい感じに今の見てるページをちょっと見てみたいと思いますね。はい、こんな感じですね。はい、一応ここもそうですね。ここも少ししましたけど、これも OK じゃないかな。ちょっと左右ずれてますけどね。はい、OK です。以上です。ちょっと参考になればと思います。